皆さんこんにちは、ベンチプレス101の鈴木祐介です。今日はですね、松本歯科大学にいよいよマウスピースを受け取りに来ました。では行ってきます。はい、どうぞどうぞ。いい時期にお越しになって、桜が本当ですね。ねえ、知らなくて今年珍しいですよね。そうですね、そうですね、はい。ちょっと今日も本当ワクワクしてるんで。これの佐藤さんがこんな風に用意していただいて、はい、このケースの中に、ええ、これ材なんですね。で、材かあるいは両貝青向け、はい、両方作ってあります。はい、で、材の赤とブルーです。これ同じ材の赤の、はい、色違いだけです。で、今度お見せするこちらが青向け両貝、まあ、ほとんど同じ形なんですけど、両貝のものです、はい、赤とブルー、はい、同じです。ありがとうございます。じゃあ、まあ、せっかくこれお持ちになってるんで、材の方から入れてみますか。はい、はい、ね、お願いいたします。これが材、普通の食事する姿勢で、はい、できました。はい、うん、こんな感じですね、ナチュラルな感じです、はい。じゃあそれでちょっと一度お口の中、すいませんけど、はい、取らせてください。はい、じゃあすいません、鈴木さん、ご自身で手でちょっとこう、はい、ごめんなさい、いろいろと。いえいえ、はい、筋を取ります。当たっていたいってことですか？全くないです。素晴らしい、シンデレラフィットです。本当にここのフィットがすごいですね。いい表現ですね、シンデレラフィット。シンデレラフィット、ちょっと使わせてもらっていいですか？シンデレラフィット。じゃあちょっとそれ外していただいて、はいはい、はい、すみません。こちらが青向けです。はい、よう、変わります。あんまり変わらない。変わりますね。変わりますね。はい、おこちらがもう、というのはですね、はい、顎の位置を取った時にそんなにね、大きなズレなかったんですよ。だから、どうなのかなって、実は佐藤さんと2人で心配してたんです。うん、明らかにこっちの方が、うん、はい、だからパワーが出るポジションっていうか、うん、そうですね、揃う感じが強いですね。なるほど、はい、なるほど。背もたれ倒してみますか。背もたれ倒してみますか。はい、はい、倒してみましょう。はい、どうぞ。はい、うん、うん、実際ね、バブル上げてみないと分かんないところもあると思いますけど、いや、でも感覚的に、うん、感覚的に、うん、こっちの方がその仙骨とか上骨周りが整う感じが強いですね。はい、やっぱり佐藤さん、かなり違いますね。材の方も、うん、ある意味でそこはちょっと抜けるポジションではあるんで、多分リラックスとかだったら本当にそっちの方が、はい、方がいいかもしれないです。筋トレっていうふうに考えると、もしかしたら材の方が効かせやすいかもしれないです。ああ、なるほど。何ですか、筋トレ。筋トレ。あ、筋トレ、筋トレ。はい、はい、こういう筋トレだと、使い分けずに、例えば肩をターゲットにしてとか、そういうアイソレーションっていうんですけど、アイソレーション。はい。部位でターゲットを決めたい場合は、もしかしたら材の方がいいかもしれないし。なるほど、なるほど。ただ連動が多分強いですね、僕の方、比較的には。それとね、はい、マウスガードタイプのものを一つ作ってる。おお、これはこう見た目が映えますもんね、この前もやったりして、はい、ニコンみたいな。映えなくてもいいんだけど。じゃあそれをお預けいただいて、はい、でこっちはどういう位置で作ってあるかっていうと、はい、食事する姿勢で作ってる。あ、
ただ分厚いしでかいから、はい、異物感違和感ありますよどうしても。まあ慣れてしまえばいいんでしょうけど、まあ、格闘技用ですから。はい、失礼します、はい、ありがとうございます。いや、まあ、確かに映えるけど使えないこともないかな。そうですね、それ財ですよ。はい、うん、ちょっと異物感は強いですね。そう、強いですよ、喋るのも大変だけど、うん、上げるときに何かこう掛け声かける、挨拶したりとかしますね。こう審判に挨拶して挨拶したりとかはするんですけど、うん、それだとあんまり喋れないと思いますね。え、うん、それで背もたれ倒してみます。あ、ずっとぐらいで、はい、一度半という意味ではこれはめちゃくちゃ強いですね。はい、倒します。はい、はい、これは分解です。うん、ちょっとつまみ感は強いですね。もうフィットしてるもん。遊びがないというか。遊びがない。うん、はい、ここで止まる感じは強いですね。あ、下まで行かない。行かない。なるほど、なるほど。その理由は、はい、分厚いのか、噛み合わせがちょっと高いのか、あるいは異物感が大きいので行かないのか。多分この隙間がないから。隙間がない。もう動いていくときにこうずれていく感覚。感覚がない。さっきのってここもないじゃないですか。なんてこうちょっと動かせることができる。ああ。そう、長く触ってるんで。うん。なるほど。止まっちゃってるから。そうですね。中で本当に1ミリも動かない。動かないぐらいのそれができない。はい、なるほど。そうですね。さっきのやつだと台でも多分ぐらいでも1ミリぐらいは中で動かせるみたいな。カチッとすると収まっちゃってるね、これはね。収まってる感がすごい強い。なるほどね。こう。じっとしてる分には全然わかんないです。なるほど。はい、やります。柔らかいね。はい、行きます。お願いします。あった方がやっぱ楽です。ああ、はい、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。うん、ああ、はい、はい、ありがとうございます。ます、どうです？はい。よりベターですか。はい、あ、ベターです。やっぱり違うんだね。そっちの方が台風もではいいな。うん、そうですね。うん、やっぱこの骨盤から動く感は強いですね、こっちの方が。あ、うん、はい、ありがとうございました。はい、